Ancient Sanskrit from India tell of UFO visit in 4000 BC.Vimana ship 4000 BC. 古代 Sanskrit 文献によれば、紀元前4000年にインドへ UFO がやってきていたという。4000年前の Vimana 戦。Hiroshaya-shi, Hammam-sity, ジャパンインドでも有名なマドラス大学のサンスクリット学部の学部長であった V ・ラガバン博士によればインドのみが前世時代において外惑星人を受け入れていたというラガバン博士は サンスクリット語、つまり、インドとヒンズー教の古代言語で書かれた何世紀にもわたる古い文献が、外惑星人たちがインドを訪問していたことを証明していると主張している。50年にもわたる古代の文献を研究した結果、他の惑星にも生物がいて、それらの生物が紀元前4000年という昔に地球を訪問していたと確信したと、その研究者は、 述べているベダス文献やインドの女子史古代サンスクリット語の翻訳文には空飛ぶ機械についての興味深い情報や素晴らしい SF 的な武器についての情報が山のようにある。マハバラタ文献の中には神々の稲妻や光線武器さらには催眠武器についての記述もある。 また、ラマヤナ文献の中には、ビマーナ、つまり、空飛ぶ機械についての記述があり、それは、高速かつ推進装置、つまり爆風により、超高度を飛行したという。これらは、今日世界中で報告されている、空飛ぶ円盤に似た宇宙船である、と。ラマヤナ文献、古代インド。 ラマヤナ文献は素晴らしい神の乗り物が空を高速で飛びながらやってきた美しい戦車についてすら書いている。また別のところでは月のように頭上に見られた戦車についての記述もある。ラマの妖精により巨大な戦車がご音と山のような噴煙を起こしたという。また別のところには ビマーナとともにビマが太陽のように光線を放ち嵐のような轟音とともに空を飛んだとある古代ビマンカーシャストラ文献の中にはビマーナについての記述もあるつまりその機械は自分の力で一つの場所から他の場所へあるいは地球から地球へ飛んだとある ラガバン博士は文献によって明らかにされたことはさらに驚くべきことであると指摘している。それによれば、底部の写真を撮る鏡を含むその機械を構成する31個の部品についても書かれていると。さらにその文献は空飛ぶ機械を構成するのに必要な16種類の金属を列挙している。が、 今日知られているのはそのうちの3種類でしかない他の金属は翻訳することができないとラガバン博士の解釈に同意しているもう一人の権威者がバン,ガロイアバンガロのインド科学研究所航空学の教授である A.V. クリシュナ・ムルティ博士であるクリシュナ・ムルティ教授は古代文献であるヴェダスや 他の文献が航空機、宇宙船、空飛ぶ機械、さらには宇宙飛行士について書いているのは事実であると述べている。サンスクリット語の文献を研究したところ、古代インドが空飛ぶ機械を建造する秘密を知っていた。そして空の機械が他の惑星からやってきた宇宙船の模型であったと私は確信したと。インドの ヴェルディック伝統によれば、私たちは現在、人類第四世界にいることになる。ベラス文献は、その四つの時代を、黄金の時代、銀の時代、青銅の時代と呼んでいる。そして今、その文献によれば、私たちは、鉄の時代にいることになる。二十世紀が終わりに近づくにつれて、 アメリカインディアン、マヤ人そしてインカ人は予言によれば一つの時代の終わりにやってきつつあるということだ。サンスクリット文献には神々についての記述が満ちあふれている。それらの神々は現代戦争のような破滅的な武器を持ったビマナーを使いながら空中戦をしたとある。例えばラマヤナ文献には次のような記述もある。 プスパカは太陽に似ている。そしてそれは私の兄弟のものであり、力のあるラバンによって持ってこられたものである。と。そしてそれは意のままにどこへでも行ける素晴らしい空飛ぶ車である。それは空の明るい雲に似ている。そしてそれにラマ王が乗った。そしてその機械はラギラの命令によって空高く飛んだ。 マハバラタ文献、つまりそれは大変長い古代のインドの詩であるがその中にはアスラ・マヤが12キュービット約6メートルの長さで4つの車輪を持つビマーナを持っていたとあるその詩は神々の間の戦争に関する情報の宝庫であるそしてその神々というのは私たちが現在持っているような明らかに 致命的な武器を使っていたという点で他の神々とは違っていた。炎のミサイルは別としてその詩は他の致命的な武器の使用についても書いている。インドラの矢は円形の反射鏡を介して操作される。スイッチが入れられるとそれは光の柱を作りターゲットに焦点が当てられると即座にそれを破壊する。 またある場合、クリシナが空中で彼の敵、つまりサルバを追いかけていた時のこと、サルバのヴィマーナのサウパは何らかの方法で見えなくなってしまった。そこですかさずクリシナが特別な武器を放った。私は矢を構えた。そしてそれは音を聞いて相手を倒す。 他にも恐るべき武器について書かれている。が、マハバラタの中に書かれたことを簡単に言えば、最も恐ろしい武器は、ブリシスに対して使われたものだった。記録には次のようにある。素早くパワフルなビマーに乗ったグルカが、ブリシスとアンダカスの街を宇宙のパワーを全てチャージし、たった一撃で破壊した。 太陽の数千倍も明るい白色の煙と火の柱が壮大に立ち上った。それは未知の武器、つまり鉄の雷電であった。そしてそれはブリッシニウスとアンダカスの種族を灰にする死のメッセンジャーでもあった。重要なことはこれらの記述がそこだけにのものではないということである。 そこに書いてあることが他の古代文明の中に書かれている報告と互いに相互に共通点があるということである。明らかにそれによって殺された人々は人間とわからないほどまでに焼かれてしまった。生き残った者は髪の毛や爪が剥がれ落ちほとんどいなかった。古代の話の中でも これらの神話的なヴィマーナの話には、神話が作られる過程において、何らかの史実があるということである。つまり、それほどまでに内容が正確であるということサンスクリットのサマラ・ガナストラ・アダーラの中に、translated by Hiroshihaya Shihama m a t s u c i t y Japan, March 19th, 2016 Hello, this is h i r o s h i h a y a s h i h a m a m a s i t y j a p a n i n the labyrinth of fixed ideas, flying guards in ancient times. 古代の神々は空を飛んでいましたというとっても楽しい話です。気楽に楽しんでください。ここは法隆寺ですね。あなたの固定観念をほんの少し変えるだけで古代の歴史がとっても楽しくなります。 ということで話を進めていきますが、まずアタグさんからいただいた情報です。法隆寺ですね。法隆寺の一角に五重の塔があります。その五重の塔のてっぺんに草輪という飾り物があります。ここですね。で、この草輪は何かということなんですけども、アタグさんがこれは生命の木に似ていると教えてくださいました。 で、早速調べてみますと、そうなんですね。法隆寺では、これを、スチューパをかたどったものだと教えています。本当にそうでしょうか右が生命の木です。そして、比較してみますと、よく似てるんですね。で、なんて言いますか、円形の、いわゆる補強材を取り除きますと、全く同じになるんですね。ということは、これはスチューパーではなくて、 生命の木ということになります。生命の木ということになりますと、直接バビロニアの、まあ歴史と繋がっていくわけですね。とても楽しいですね。で、中央部も見てください。まあコンセプトが同じというか、同じなんですね。で、これをシチューパーという方が無理があるんですね。シチューパーというのは補強材の方のこの円形の部分を言うわけですよね。いかがでしょうか。ほんの少しだけ、あなたの持っている固定観念を変えるだけで、 日本の歴史がバビロニアと繋がるんですよ。で、この生命の木が話はそれますけども、私たちが現在クリスマスツリーと呼んでいるものに繋がっていくわけですよ。聖徳太子はそれを知っていたんですね。まあ、どちらを皆さんは信じるかというものでなってくるんですね。それでもあなたはこれがシチューパーだと思いますかそれとも生命の木だと思いますか さらに、法隆寺には釈迦三尊像があります。まあ、聖徳太子のところにブッダの像があるということもおかしい話なんですけどもね。これは太子滅後に、まあ、奉納されたという記録が残っていますが、ともかくも、この釈迦三尊像を見てください。何かおかしいと思いませんかそうなんですね。台が不安定なんです。一本の、なってますか、棒の上に、まあ、釈迦三尊像が、まあ、あるということですね。 そしてこの釈迦,三釈迦三尊像は空を飛んでいるように見えます。そうなんです。空を飛んでるんですね。ということをこの釈迦三尊像は表現していると私は考えます。そしてまあ、2、3日前もでもですね、あるテレビ局がこの釈迦三尊像を紹介し、蓮の花をその間に飾っていました。しかしこれは蓮の花ではありませんね。私はそう考えます。 まあ、ハスの花だという固定観念だけで見るからそういうことになるんですね。どう見てもハスの花には見えませんね。私はこれは空を飛ぶ、まあ、UFO だと思います。まあ、そう考えると楽しいですね。このハンカシー像、ミルク菩薩像もそうですね。これは中宮寺にあります。そしてこれもそうですね。えー、今のもあの法隆寺にある像ですよ。それで、 薬師寺だったかもしれません。ごめんなさい。ちょっと記憶がね、早くや,やで、まあ、ともかくも、こうして空を飛んでるってことなんですね。皆さんはどうお考えになるでしょうか白石、えー、の頭はおかしいと思われるでしょうかが、そう判断するのは、えー、ちょっと待ってくださいね。この棒を見てください。何かどこかで見たことがあると皆さん思いませんかそうなんですね。プラモデルの飛行機の支柱なんですよ。まあ、最近はこの支柱のあるプラモデルが少ないんですけども、 まあ、ともかくも、私が子供の頃には、こうした、まあ、支柱がですね、どんなプラ,プラモデルと言いますか、飛行機にもついていましたね。すなわち、こういう形で空を飛んでるということを表現したわけです。となると、同じようなコンセプトで、釈迦三尊像が作られていると考えることはできないでしょうかというか、私はそういうふうに考えましたが、このブッダは空を飛んでいます。まあ、ブッダと言いますかね、ホーリー・セイントですね。空を飛んでいます。 そしてそれはまさにロケットである。となると皆さんはどちらを選択するかという問題になってくるわけです。すなわち、私が、まあ、ここで言いたいのはこれは空を飛んでるということを表現したものであるということですね。が、こんな陳説を唱えるのは私だけかと思います。が、それもちょっと待ってください。世界にはこうして空を飛んでる神々が、まあ、まあ、ありますね。右は中国の、まあ、あの、どこ、まあ、 壁画に残ってたのをこうして再現した絵だそうですけども、えー、詳しくはここに出てますけども、えー、この発音がですね、あの、おそらく関東語だと思うんですけども、あの、Google 上で探しても出てきませんでした。でまた今回、今度調べてみますが、まあ、こうして、まあその壁画が見つかっている、その壁画のまあ上の方を見てください。 ここに描かれているのが、まあ、小型の UFO ということになるわけですね。古代の神々はこうした UFO に乗っていた可能性があるということです。で、この UFO がですね、先ほどお見せしました釈迦三尊像の、いわゆるその、特にブッダのね、あの、下の台の形に似ているということなんです。まあ似ているっていうだけで終わるかもしれませんけども、これなんですね。 まあおそらくブッダはこういう形で空を飛んでいた。あるいは日本へ飛んできたブッダはこういうものに乗っていた可能性があります。これはインドですけども、インドのまあ神々も空を飛んでましたねブルリ。ブルガリアのアレクサンドル・ネフスキー大一聖堂のにあります、えー、絵なんですね。まあこれは何度も精査しましたが。それからエゼキエルっていう、まあ、聖書ありますね。その、まあ、聖書のエゼキエル書のね、一部にはこんな写真が書かれている。 まあこれは昔からあるわけじゃありませんけれどもね。空を飛んでる神がいるわけです。で、日本も、まあ例外じゃないんですよ。これが聖徳太子です。で、聖徳太子が右の上の方に描かれてるんですけどもね。えー、アメリカのデビューズマ,ーマウンテンに似てますね。まあともかくも、あこれ、ここに飛ん,、まあ、飛んでるのが聖徳太子です。何かしらの亀のような、まあ雲、 ともかめともわからないような動物といいますかね。乗り物に乗って、その上にあの馬が乗って聖徳太子が乗っています。やっぱりこう聖徳太子も空を飛んでいたということになるんですね。で、同じようなものがマヤにもあるんですね。まあ、これはあのある王の石棺の蓋に描かれあ、彫られたリリーフだと言われてますけどもこれ、これがまたマヤで最近見つかったんですね。で、それと先ほどの？ もう石管のレディーフと比べてみますと大変よく似てるんですね。特に体の姿勢、足の曲げ方、操縦の仕方がそっくりだということですね。そして全体のコンセプトも同じなんですね。ということになってきますと、これは小型 UFO だということになりますね。いろんな説がありますが、このまあアーティファクトのおかげでですね、あの石管の蓋がですね、まあ、 UFO を操縦する王ということが証明できるわけです。まあ詳しくはまた別のところで説明しましたのでそちらをご覧になってください。これもそうですね。上のまあ人間らしくて言いますか、あを取り除いていますとこうした UFO が残る、残るってわけです。で、この形はですね、実は日本のカメに似てるわけです。カメ。 日本では昔です。昔からですね、UFO という言葉はありませんでしたから、亀という言葉を使って UFO を表現したものと思われます。で、これが亀なんですけども、亀とも違うんですね。耳がありますから。ですからまた別の形なんですけども、こうした亀の、まあ亀信仰と言いますかね、亀の石像が神社仏閣のあちこちにあるというのも大変興味深い、イコール、まあ、 UFO と何らかの深い関係があった、イコール神々、空を飛ぶ神々と何らか深い関係があったと私は判断しています。まあ昔はね、まあ UFO なんて言葉ありませんでしたからね、まあ形が似てるっていうところから亀にしたと考えるのはごく自然なことだと思うんですよ。事実、そうした、まあことを表す、石像も現在作られています。まあこれがその石像なんですけどもね、まあこういう形で上に、まあ菩薩が乗って、 いるわけです。まあ、やはり、亀というか、竜のような頭をしたと言いますか、やはり耳があるという意味で特徴があります。で、話を戻しますが、マヤのこの小型 UFO ですね。で、下の亀ですね。比べてみてください。繰り返しますが、古代の、まあ、昔の日本人はですね、こうしたものが飛んでいるのを見てですね、ああ、亀だ、亀だ、亀だ、と言った、というふうに考えられるわけです。まあ、あの、 現在のね、あの UFO はみんな光ってぼやぼやしてますけどね。昔はそんな必要なかったと思いますよ。レーダーなんてものはありませんでしたからね。ですからこういう形で直接私たちの目に触れたのではないかと思います。で、古代のインドに話を戻しますが、日本だけでもない、中国だけでもない。まあインドの神々というのは、まあ基本的には空を飛んでるんですね、みんな。まあ。 まあ日常的にと言いませんけどもね、日本よりははるかに気楽に空を飛んでいたという感じがしますね。しかし、日本の仏像でですね、空を飛んでいるって表現した、まあ、まあ文献っていうのは全くありませんね。で、特にこの絵を見ていただきたいんですけども、坂の先のですね、釈迦三尊像の像と比べていただくとわかりますが、同じコンセプトだということなんですね。 まあ、あの、インドの方は、まあ、見るからに花ですけども、右の方は、まあ、花のようにも見える、まあ、UFO ということになるんでしょうかね。まあ、花として表現してあるのかもしれませんが、ともかくも、あの、同じコンセプトで細長い棒がついているのがわかります。ということで結論なんですけども、えー、釈迦三尊像は空を飛んでいた。まあ、皆さんがどんな、まあ、固定観念を持っていらっしゃるかもしれませんけども、そうした固定観念を一度捨てて、まあ、捨てるというか変えるということですね。要するに、変えてみれば、またその、 面白い世界が開けるじゃないかと思います。日本の歴史は面白くないなんてね、学生時代を思った人は、もう一度ここで考え直してみてください。ということで、まあ、今日のビデオ終わりますが、いかがでしょうかまあ、何度も言いますけども、えー、縄文の開園時にしてもですね、ひっくり返してみると、まあ、大変面白い事実が分かってくるのではないでしょうか。ということで、ビデオ終わります。Thank you and bye for now. very interestingly nasa usa writes as follows a combined historical and scientific approach is applied to ancient reports of what might today be called unidentified flying objects many conventionally explicable phenomena can be weeded out leaving a small residue of puzzling reports these fall neatly into the same categories as modern UFO reports, suggesting that the UFO phenomenon, whatever it may be due to, has not changed much over two millennia. Throughout recorded history, reports of what we today might call unidentified flying objects have been made and preserved. Then, I, Hiroshi Hayashi, would like to ask NASA. Like this. So what? 大変興味深いことに NASA の公式ホームページには次のようにあります。歴史及び科学的考察が今日 UFO と呼ばれる未確認飛行物体についてなされている。科学的に説明できる現象については取り除いたが、それ以外に謎めいた報告が残った。 これらは現在の UFO 報告と同じようなカテゴリーに含まれるが、このことはこうした UFO 現象がそれが何によるものであれ、この2000年もの間変わっていないことを示す。記録された歴史を通して今日未確認飛行物体と呼ぶところのものについての記録がなされ、そして保全されていると。で、私林弘氏は次のように NASA に質問したいです。 だから、それが、どうしたの、と。これが、縄文イナナです。長野県の茅野市で、発掘されました。で、その縄文イナナと同じコンセプトで作られた。 いわゆるバビロニアのイナンナ・イシュタル像が発掘されています。これらは同じコンセプトで作られた女神ということになります。となりますと、縄文イナンナがですね、バビロニアに渡ったということになるわけですけども、ではどうやってということになるわけですね。が、神々は古代においてですね、現代もそうだろうと思いますけども、自由に空を飛ぶことができました。これがバチカンです。で、サン・ピエトロ広場に皆さんを案内いたします。この サンペトル広場ですね、まっすぐ東の方を向いて建てられています。で、実際地図の上で見ますとですね、このサンペトル広場をまっすぐ東に行きますと、ほんのわずかだけずれますけども、えー、モヘンジョダロの塔へと向かいます。で、左がバチカンで、右が、まあ、東ってことになるわけですね。で、この地球をですね、ぐるっと回して、東を上にしてみます。そうしますと、その先にあるのが、 まあ、ややずれてますけども、日本ということになるわけです。なぜ東が重要かと言いますと、古代においてはですね、旧約聖書の世界においては、地図はですね、必ず東を上にして作られたわけです。この地図もそうですけども、上がアジアで、右がアフリカで、左がヨーロッパということになります。そして上が東だということですね。ここに注意してください。まあ、そのことを受けてですね、と言いますか逆にですね、エゼキエル書の中では、神々は東から来たというふうに書いてあります。この地図もそうですね。 で古い地図ほどそうなっているわけです。まあ、最近の地図はねあの、北を上にしますけども、古代旧約聖書の世界においては東を上にしたということですね。もう一度ここを中心にエルサレムがあって、ここに地中海があると。ブルーの部分が地中海ですね。そして右の方がアフリカで東がヨーロッパということになります。そして上の方がアジア大陸ということになるわけです。まあ、なぜこんな地図を描いたかということなんですねで。もう少し詳しく調べてみますと、やはり他の地図も皆東を上にしているのがわかります。 太陽が昇るから東ってことでもないんですね。というのはですね、神々は東から来たというエゼキエル書。そしてその上にですね、いわゆるまあ東の方に実は小さな島があるのが分かります。中心がイスラエルですね。で、ここが地中海で東、左がヨーロッパ、右がアフリカということになります。そして黄色いのがアジア大陸で、その上に注意してください。ここに実は日本があるわけですね。 まあもう一つ考えられるのは台湾ということになりますけども台湾ではないですね。ここに注意してください。ここに、まあ、神々の国、なあち土地、ジャパンがあるということになります。なあち古代旧約聖書の世界においてはですね、東を上にして、その東には小さな島がある。すなわち日本があるということになります。まあ、これは赤い丸はイタリアですので、地中海を越えて真っ直ぐ東へ行きますと、やっぱり上に小さな島、すなわち日本がこうして まあ書かかれてるのわかりますとなりますと、日本から、まあ、日本とそのバビロニア、メソポタミアのつながりがこれで分かってくるわけですけども、じゃあ神々はどうやって行ったか、もうや暮な質問はしないでくださいね。空を飛んでいきました。エゼキエル書の中にはこんな挿絵もありますね。神々は空を飛んでいる様子です。 それについての動画はですね、この終わりにつなげておきますから、動画をご覧になってください。で、エゼエル症はどうなってくれていますと、from the east, from the east, from the east となっていますね。で、まあ、こうしてセーションがいろいろ書かれているんですけども、from the way of the east と書かれているのも多いです。ここに今書いて、ご覧い,いただいているのは from the way of the east ですね。これはただ方向を示すだけじゃなくて、東の方から道を通ってやってきたというニュアンスがこの中に込められています。 でですね、先ほど、冒頭で言いましたように、NASA はですね、まあ、いろんな研究をしていると、まあ、否定的な研究ばかりしている,しているか、あるいはまあ、ね、隠すための研究ということになるわけですけども、まあ、よく言うなというふうに先ほどちょっと読みながらそう思いました。でこれはですね、古代において最も古い UFO、目撃事件というのを記録した記録ですね。で一番古いのは紀元前214年にイタリアのローマで目撃されています。大変な騒ぎになったみたいですね。空から光を放つ船がやってきたと。 まあこれは前兆ということはまあ神々の現象として捉えて、当時はですね、えー、現在でもそのように捉えている人はいますけれども、として捉えたからそういった言葉を使っていたというふうに私は考えています。では、こうした不思議な現象がいろいろと記録されていると、そういうことなんですね。まあ、私たちの立場から読んでも、ですね、まあ、これはちょっと違うんじゃないのかなと思うのもありますけどもね。 まあこれが即 UFO と結びつく現象とは言えないんじゃないかというのもありますけども、まあ、記録としてはそういうものが残っているわけですね。幽霊船がキラキラとか光が輝きながらやってきたというふうにも書かれています。そして、まあ、稲妻に撃たれたとかね、あるいはその殺された犠牲者が動き出したとか、これがちょっと、ね、あのどうかなというところもあるわけですね。 まあ大、大ガラスがやってきたとかね、それもちょっとどうかなと思うんですけども、しかし、こうしたまあ記録の中にですね、その向こうに、まあ、現在の私たちが考える UFO の問題とつながるものがあるのではないでしょうか。ですから、すべて肯定するわけにはいきませんけども、すべて否定するわけにもいかないということですね。まあ、こうした事件がですね、紀元前にまあローマの周辺で起きていたということです。 でまあ、その詳しい内容が記されていましたんですけど、まあ、それは重要じゃありませんので、あのいろんな、まあね、ドタバタ劇が、まあ、繰り広げられたということですね、簡単に言えば。でこうした事実をです、ねまあ、過去の、まあ、記録の中に残っている,、ね、るわけですねで。こうした事実を素直に取るか取らないかということなんですよね。まああのー、素直に取れれない部分もそれは あ,あるかもしれませんけれども、しかし当時の人たちが懸命に残そうとしたその気持ちを忘れてはいけませんね。それから紀元前74年、フィリジアでやっぱり起きています。まあ、その当時はリパブリック・ i c o になっていますね。ローマ共和国の一部だった。共和国の一部。まあ、現在のトルコですけどもね。フィリジア帽のフィリジアです。ここでもこうしたそうした似たような事件が起きているということですね。で空が二つに分かれて、その中から。まああ 骨のようなと書いてますけどもね、ね骨のことかどうかは分かりませんけど、二つに分かれて、えー、そしてまあ戦争をしているときね二つの軍隊の中に割って入ったわけです。それでもうびっくりして、ね、みんながですね、えー、その去ったというか、その中にワイン壺と書いてありますね。ワイン壺というのは、まあ、いろんな形があるんでしょうけども、まあ、ここで壺という形が出てくるわけですね。日本の縄文土器とつながるということです。で、74年、紀元後74年に、ですねエルサレムでもやはり同じような事件が起きています。で、 明るい光が現れたとかね、そうしたものを、まあ、多くの人が目撃しているわけです。やはり、こうした記録の中でね、重要なことは、やはり、先ほど言いましたように、まあ、その当時それを目撃した人がですね、懸命にその記録を残そうとしたということですね。で、ただ単なる、なんてですか、集団非正であるとかね、集団催眠術であるとかっいうこと、いろんなふうにまあ説明しますよね、NASA はね。そんな NASA が冒頭で言ってるようなね、科学的考察がなされて、とんでもない話だって、逆考察をしているわけですからね。 であるならもっと情報をです、ね、公開すべきだと林宏氏は考えています。いかがでしょうか、まあ、よく言うなと繰り返しになりますけども、読みながらそう思いました。まあ、こうしたその詳しいその時の様、ね、子がまあ記録として残っているということですで。さらに150年、ビア・カンパーナーというところで、やはりまあますか UFO のサイティング、目撃事件が起きています。でその時は、 30メートルの怪獣がですね、一人の女性と共にあの道路を歩いてたということなんですね。大変楽しい話ですね。で、それを目、ま、撃、あ、に来たと。100フィートの壺のような怪獣を見たと。壺のような怪獣というところはどういうところかね、わかりませんけども、まあ、そのように印象を持ったんでしょうね。まあ、古代の日本人たちがですね、UFO を見て、カメカメといったような、まあ、読んだのと私はよく似ているんじゃないかと思います。で、白い服を着た乙女がそばにいたと。196年、ローマですね。 でローマでは、これはおそらく歴史って言いますから、に初めて登場するエンゼルヘアという言葉じゃないかと思います。カシウス・デュオがですね、まあ、あの広場に銀に似た、まあ、細い雨が降ってきたと。それをですね、取、まあ、っておいたんだけれども、4日後には消えてしまったということですね。まあ、こうした記録がです、ね、世界中には残っているということですよ。ですから、日本とですね、ヨーロッパがつながっていたところで何もおかしくはないということです。 で、縄文ジャパンの話をしたいと思いますけれども、えー、これが、まあ、社交機、道具ですけれどもあの、どこの高校館行ってもですね、何かしら、こうね、あのー、布を上から羽織っただけのような着物で描いてますけども、どうしてこの縄文土偶のような衣服を着た縄文人を空想図として描かないんでしょうかそういった矛盾をどのように考えているんでしょうかね。一方でこうした土器、土偶、土偶がですね、発見されているわけでしょ。だったら、こういうスタイルを縄文時代にしたという前提で、縄文人たちの風習なり、 まあ、想像で見ることになるわけですけども、そうしたものを表現したらいいんじゃないかと思うんですけどもね、そういったことはしないわけです。で、これをですね、日本ではドキドキドキと言ってますけども、ドキなんかじゃないですね。はい。どうでしょうか で結論とということになります、まあ、結論はですね、要するに古代の神々、まあ、その神々は現在の神々にも通ずるわけですけども、自由に空を飛んでいたということになります。まあ、そう考えればですね、日本とバビロニア、あるいは日本とメソポタミアという点と点がですね、線でつながっても何らおかしくはないということになるのではないでしょうか。まあ、日本のですね、今ご覧いただいてますように縄文になると。 からバビロニアの、まあ、イナンナイシュタル像がこうしてつながったところで何だおかしくはないということですね。で今日皆さんに5つのなてます UFO 目撃事件というものを、ね、紹介しましたで。記録に残っている一番古いものから5つ選んで皆さんにお届けしました。でそうした記録を見るときにです、ね、その解釈の仕方は2つあると思いますね。 一つは、2000年前の昔も、そして今もですね、幻覚と幻想にしがみついて、そうしたありもしない UFO をですね、みたみたと騒いでいる人がいるんだなというふうに考える人もいるわけですね。まあ、否定派の方たちだろうと思います。そして逆に言いますとね、まあ、2000年の前から UFO というのは自由に空を飛んでいたんだな、今あってもおかしくないんだなというふうに考える人もいらっしゃるかもしれませんね。いわゆる肯定派ということになるわけです。で私はやはり、まあ 後者の方と言いますかね、2000年の昔から、前の昔から現在に至るまで UFO というのは飛んでいたんだということを、ですね、そして今現在飛んでいても、なんだおかしくはないんだというふうにまあ捉えるわけですよね。また、そうした視点で見,眺め見ないと、ですね、先ほどちょっと言いましたように、点と線点をですね、線でつなぐことができなくなってしまうし、また矛盾だらけになってしまうわけですね。ですから、やはり私はその後者の方の肯定派ということになるわけです。 でその一つとしてね、まあ、前から私が主張していますように、縄文土器イコールロケット説を唱えています。でこれをです、ね、今から3年半前にです、ね、私の YouTube で発表したときには大変皆さんに叩かれました、まあ。とんでもない説だということで、まあ あ叩かれたわけですね、まあ、だん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 その皆さんの中に、ですね好意的に、まあ、私を理解してくださる人増えまして、ですねあの、まあ、今では、まあ、縄文ロケット施設を唱えても、それほど抵抗なく受け入れてくださる人が多くなってきたんじゃないのかなというふうに思います。まあ、それはともかくも、まあその縄文ロ、その縄文ロケット、いますか縄文土器がです、ね、なぜ残っているかと言いますと、やはりそこにはなって言いますかね、 まあその当時の人たちの懸命、ね、な思いというものがそこの中にあの含まれているんじゃないのかなと思いますね。というのは、私自身もそうでしたけれども、自分たちが見たものを何としてでも記録に残したい、みんなに伝えたいというあの思いというのは、まあ、そうした経験をしたものでないと、逆に言うとわからないわけですよね。 で、そうしたその思いがですね、まあ、先ほどちょっと紹介しました、5つの、いわゆる、まあ、UFO、古代における UFO 目撃事件の、オーソロのことを通した人たちの気持ちと通ずると同時に、懸命にね、見たものを作ろうとして、それを神と思い込んだ、思い込んだっていうのを知ってるかもしれませんけども、思ってですね、そして、土器として表現した縄文人たちの心にも通じるんじゃないのかなと思いますね。そうした熱い思いをですね、大切なことは、私たちはもう少し素直に聞き、素直に理解し、そしてそれを ですね。前向きに解釈していくということではないでしょうか。頭からそんなことそのものはないんだ。 はやの言ってることはおかしいんだって言ってね、そういうふうに決めつけてかかるわけじゃなくて、やはりこう、縄文人の気持ちになって、どうしてああいうものは現在の日本に残っているのか、あるいはもっとわかりつけます、先ほどちょっと紹介しましたように、縄文イナンナとですね、バビロニアのイナンナシタルとどうしてこれほどまでコンセプトは似てるんだということを考え合わせていきますとですね、他にもたくさんあるんですよ。あの私、今までに何,何十以上ですよね、そうした例を皆さんに紹介してきましたけども、そうした例を見ていくとですね、つながりがないという方がおかしいし、だったらそのつながりはどうして生まれたかという というとやはり古代の神々は自由に空を飛んでいたというふう、まあ、ことにですね、論理を帰結させていかないと、こうした謎は、まあ、えに解けないと言いますかね、2000年経っても何も変わらなかったように、そのまこのままた2000年その先に繋がってしまうということではないでしょうか。まあ、ですから私たちはここでですね、常識というものを思いと見直して、そして、学びますか。 その自分たちの常識を疑ってみるということですね。そしてその常識の向こうにある別の事実、もって言いますと別バージョンの歴史を知るということが大切ではないかなと思います。そういった意味でね、今日は古代の5つの UFO、目撃事件の例を皆さんに紹介しました。今ご覧いただいている画像はですね、1552号の方のから撮ってきたものですから、もし興味のある方は1552の方をまたご覧になってください。 この後には空飛ぶ神々の,、まあ、あの動画を、まあ、最近作った動画ですけどもね、最近というのはこの1、2ヶ月の間に作った動画ですけども、それをつなげておきます。皆さん、古代の神々は自由に空を飛んでいました。そして事件が、そうした事件がですね、今からすでに2000年以上も前からこの地球上で起きていたということです。どう解釈なさるかは皆さんの問題かと思いますけども、まあ、あとは皆さんの判断にお任せします。それでは皆さん。 By for now.